できましたー。おはようーす。おはようーす。そうそうそう、おはようございます。言われないとできないじゃん。おはようって挨拶したらさ、はい、挨拶返さないとダメじゃん。いやだから視聴者に向けてだけやってんだろうなと思ってたら意外に間が空いたから、あ、俺たちの挨拶を待ってんだなと思って。それそうに決まってんじゃん。違うんだよ、普通テレビの人は視聴者テレビじゃないんだから。それはさ、俺は人にしかやんないじゃん。まあいいよいいよいいよ、そうやいのやいの言わない言わない。貧乏学生が美味しくカップラーメンを食べれる応援キャンペーン、麺作りにトマトを乗せるだけ、はい、言ったらね、言ったら概要だけで考えたらそうだけど、ちょっとだけ違う。受け口になるんだちょっとだけ違うだな。じゃあまず、はい、用意してほしいのはトマトとサラダチキンとチーズ、うん、もう美味しそうじゃん。イタリアン増えた増えた。絶対に絶対に絶対に分かんないよなんで分かんないんだよ。いや、分かるだろ。絶対にっていうのは何だろう。トマトはどうするんですか。トマトを洗って、はい、で、薄スライス切り、はい、できるか。もちろんだよ。できるか、お前程度の人間に。どうなんですか、薄スライス切りが。全然できるよ。お前なんかに薄スライス切りができるのか。お前は薄スライス切りをできるのか。わいわいわい、なんでわいわいわいなんだ。どう、ね、どうってどういうことだよ。あ、できた、ね、お前は薄スライスでここに入れてってください。全部入れてください。丸く綺麗に面白く。マイル。あ、トマト出来上がりました。今サラダチキンをゴロゴロ切り。乱切り？ゴロ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 。なんで二刀流になっちゃうんだ。これも100円ぐらいかな確か。サラダチキン？あ、ごめん嘘だ。150円ぐらい？はい。もっと？200円ぐらいする。200円ぐらいかも。昔はもうちょっと安かった。安かった安かった。こんぐらいで？もう半分。こういうことね。あ、そうそう、さあ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 、すばらすばらしー言ってくんないんだ。すばらすばらしゃばらなんて言ってないでしょ。言ってないよ、俺だって言ってないよ。なんでこれはサラダチキンなんですか。イタリアン風のやつを作ろうと思って、で、これをまず火薬はもう入れます。考えることをやめた。なんでメガネなのメガネのことそんな偏見で見ないでください。いや見てますよ。なんでですか。世の中の人は見てますよ。メガネのことそういう目で見ないでください。メガネはガリ弁ってみんな思ってます。メガネはガリ弁の意識は低いです。こうやった後にここにもう乗せちゃえば、はい、全部入れちゃうか。めんどくせえから考えるのが考えるのをやめた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 。面白い。面白くない。やってたら分かんないわ。演劇じゃん、分かる。やってるんだ。空気がね。これはどこまで行ってもダメだから、はい、冷たいからレンチンしたらまた。じゃあこれで一緒にやれる。本当優しい優しい。持つべきものだね。持つべきものだお前は。マレバラマララララ。ちょっと待って、ダメ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 。あ、よかった、自主規制が入った。リハビリ入れてよ、歌歌うならさ。確かにね、うん。さあ、お湯の注いでいきます、はい、で、ちょっと多めに入れちゃいます、ここは。なるほど。4分ここに、はい、一応チーズはもう入れておきます。なるほど。どんな味なんだろう。先輩はうまいでしょ。わかんないよね。ラーメンにトマトっていうのがね。もういいか、4分経ったか。いや、30分経ったよ。もういいか。なんでせっかちなの。4分経ったか。立ってないんだって。4分経ちました。勝手に今時計を進めたみたいです。おどうですか。チーズはもう4分経ちましたね。チーズ、うん、今のところ見た目はまずそうだな。いきます。チャーンス。なんかそのかかんじゃないの。そう、かかんしたらチーズなくなっちゃうから。トマトで覆われたらチーズなくなっちゃうんじゃないの。ただのもうトマトスープなの。これですよ、最終的にケチャップ。こいつはやるよな。すごいことになってきたな。すごいことになってきたぞ。単品で食べた方がっていうことだぞ今のところ。できました。完成。これ美味しいのかな。どう、気になるでしょ。楽しみでもある。麺作りトマト。なんかケチャップ乗ってた方があれか、絵的にいいか。ケチャップが俺、ケチャップは少ない。おいケチャ、おいケチャ、すごい。何の味見もしてないのに。え、マジ。すぐ見ましたくない。これはなんていう料理なんですか。これはトマトラーメンです。みんな本当のこと言おうだから。美味しいかどうかはそれはさ、みんなやるかもしれないわけだから、はい、そうだね。結構その0100じゃない。
ゼロか100になると思ってるよ俺も。匂いはいいです。へえ。匂いいいです。何の匂いですか。イタリアン。イタリアン。匂いめっちゃいい。いただきます。はい。マジか。うん。お、反応は良さそうだぞ。うまー。マジ。めっちゃうまい。なにこれ。ちょっといただきます、ね、新感覚。いただきます。混ぜてよく。トマトと一緒に食べて。ん、なにこれ。ん、うまいんだ。うまいな。うまいんだ。めっちゃうまくない。うまいな。びっくら濃くぞこれは。飛んでく。え、何が。雑念が。チーズがいいじゃん。これトマトラーメン、そもそもあんまり、うん、あんまりだと思って。トマトラーメンとかじゃないか。これもパスタ。いやでもトマトラーメンスタートだよ。よく混ぜた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 。はい、お願い。それそれだけは。トマトと一緒にね。うん、いただきます。うん、ん？そう、最初から違うんだよ。最初から思ってるラーメンの味じゃないんで。なんの？スープパスタだ。そう、そうそうそう、スープパスタ。うまいわ。そう、びっくりしたでしょ。そのスープ。悔しいけどうまい、うんうん。うまいけどだからラーメン食べたいと思ったら違うもの出てきたみたいな感じだね。なるほど、それはそう。でもスープパスタとしては結構ちゃんとしたスープパスタ。うん、うまい。トマトがうまい。うん、めっちゃうまい。うん、これは麺作りは何、醤油、醤油、鶏ガラ醤油。うん、なるほど。うまかった。めちゃうまかった。マジだからあったのかもね。うまかった、ね、これすごくない。これすごく、まあ、すごいと思う。自分が思ってる5倍うざいかも。サラダチキンとトマトとケチャップ。うん、それあとチーズ入れたけど、別にチーズなくてもうまいと思う。いや俺はチーズをもう1枚入れた方がいいぐらいチーズがちゃんと効いてたと思う。ああ、じゃあチーズを入れた方がいいか。うん、思う。なるほど。コク、ぜひこれ本当やってみてください。はい、はい、じゃあ今日はちょっとエンディング変えるわ。あ、なんかあるんですか。うん、新しいエンディング。お、いや、メガネエンディング。お、新グッズ発売中でーす。概要欄にストアのリンクがあるのでぜひ見てみてねー。買ってねー。よろしくねー。これが XXL L XL XL これだよー。他にもあるよ。